え、どうしようどうしようどうしよう。え、ちょっと、はじめまして。魔界のミリムです。夜分遅くに失礼します。あ、どういうことだ。俺初めましての挨拶しちゃうな。あれ、コンサーバーいんの俺とリリム先輩だけだよね。え、待って、どういうこと、ヤープン遅くに失礼。ん、どういうことだ。マジ挨拶は済んだよな。ちょっと2人目来てない。これ2人目の2人目これ、待って、2人目これ、ちょっと待って、どういうこと、これ俺に言ってん、俺に言ってるって、これ合ってる、これマイクラ初心者だから意味わかんないんだよこれ。食べ物をもらえ、食べ物をもらえませんか。これでなんかやばいなって思わないかな。あ、いただけると幸いです。やばいやばい、どうしようやばいかな。あ、やばいかもしれない、これどうしようあ、どうしようちょっと待って、どうしようえ、仲良くしてください。よろしくおね、あ、はじめまして、イリム先輩、仲良くしてください、よろしくお願いします。え、待って、挨拶、お前マジで言ってんの、お前燃えてんね、お前、俺がどうこうするまでもない、痛すぎる、マジで。あれ、でも違うよな。食べ物をもらえませんか。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、俺ちょっと待ってくれ、食べ物を待って、食べ物あげれないね、俺自分がどこかわからないんだもん。だってここから帰る方法がないからね。ちょっと待って、ごめん待って、どうしよう。はじめまして、ニューワールド、合ってんのかこれ。あげたい気持ちはマウンテンなんですが、自分最果てにいて、戻ることができません。いいでしょ、マウンテン、別にもう俺なんていつも滑ってんだから。とても、あげたい、もあげたい気持ちはもうたいん、何これ、あげたい気持ちはもうたいん。何、モウンタインって何。どうしよう、だって俺戻れないからね、本当に自分で自分がどこにいるかマジで分かんないんだもん。だってこれ俺もあげたいよ、俺だっていくらでもあげたい、飯なんて。まあ帰、元に行くか、目指してみる、ちょっと。じゃあリリム先輩のために行ってみるか、向かいますわ。え、旧サバですか、暇だし行くか。暇だし私行く、飯、俺の持ってる飯、死んだらここ来れるし。あ、マウンテン、あげたい気持ちはマウンテンなんですが、自分最果てにいて、戻ることができません。今日サバですか、
キューサバですか。なんだキューサバって。これ多分しずりん先輩が多分渡してくれるのでは。俺いらなかったんじゃないこれ。多分俺いらないな。多分これ解決したわ。全部解決したこれ。やっぱ俺って必要ないんだ。よかった。なんか嫌なような、あ嬉しいような嫌なような解決して。待って、めっちゃ可愛いんですけど。こんばんは。ちょっとどうしようどうしよう。ありがとう。気持ちだけでモウンタインモウンタインだよ。ありがとう、気持ちだけでマウンテンだよ。よしよしよし。でこれで会話が終わって、どちゃ可愛いじゃんこいつ。気持ちだけでマウンテンだよ。これ意味分かってないじゃん。山山で雑だな。山、そういうどういう意味でマウンテンがこれ伝わってた本当に。いや活用型とかじゃないって、活用できてないって。これは先輩だけども、マウンテンではなかったって。別に山気持ちだけで山々だよはちょっとおかしいって。しずりん先輩、こんどうしよう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 。あもう嫌だ、もうなんか喋りたくない。苦笑いしてたよ。オッケー、マジ言わんでいいそれ。マジ一番知りたくなかったかもしれない。